手洗ったんで。ちょ、味見します。あ、宮崎くんうまいわ、やっぱ。そうそうやろ、はい、みんな分かってるわ。県出身の YouTuber が県産食材をリポートする動画。これは県が YouTube に新たに開設した公式チャンネル、宮崎ひなたチャンネルで配信されているものです。このチャンネルはですね、宮崎県の魅力を全国に発信することを目的としたチャンネルなんですよ。合わせて県ではこうした動画のダイジェスト版をさまざまな SNS で配信することにしていて、県の公式ホームページなど既存の広報媒体へ誘導したいとしています。チャンネルを新たに作って、より気軽に親しんでいく、情報に親しんでいただくためのものを取り組んでみますということになりますね。県では宮崎ひなたチャンネルで毎月4本程度動画を配信することにしています。